車窓前景。山道口に鳥居が見える。保屋神社は伊勢神宮、豊家大見和宮の抹社。月空の抹社発社のうち第八位である。祭神は炎行の神であり、鎮座地の三重県伊勢市大港町では、かつて製炎行が盛んに行われていた。二十世紀までは造船の町であった伊勢市大港町に鎮座する。大港町は、 河口の三角州であり、周囲を堤防で囲まれている。伊勢市みその町方面から、宮川の堤防道路に沿って進むと、四方屋神社の森が見える。神社の森は、宇の森と呼ばれる。神域の面積は二単二世二十三歩。周辺住民からは、明神山、港の明神様、塩屋明神と呼ばれ、親しまれる。祭神は、エンドロー王。 遠行の神であるとともに、カイロの守護神でもあるが、地域住民からは安山の神としても広く、信仰されている。宮城県塩釜市の塩釜神社より一座の御霊を、分霊して祀ったとする伝承がある。伊勢神宮の抹社の定義より、炎略儀式町成立、すなわち、炎略23年以前に創建された。鎮座地周辺は、大塩屋村と呼ばれ、伊勢神宮に奉納する。 お塩屋く村人が多かったという。桜井勝之進は、四方や神社に関連して、以下のように述べている。塩屋というのは後世に大港として繁栄した、港町の古名と言われるが、当時はまだその社も松館長社であったとすれば、塩屋く、煙の立つほどの小村に過ぎなかったのであろうか。桜井勝之進、伊勢神宮93ページ史宝か屋神社の社殿は、 明王7年8月25日に発生した、明王地震により、大塩江山村の家々1 0件と共に流され、失われた。その後、寛永21年に再興され、今日に至る。ありがとうございます。